ね、残念な気持ち。もしもし。もしもし。はいはい、どうした？何が台本なの？ビジネスパートナーの01くん、どうしました？誰に入れ知恵されてるの？入れ知恵は01にしかされてない。01の入れ知恵通り私は動いてただけだよ、全部。で今噛んだけど、いつのタイミングで、ちょっと具体的に教えてくれる？何が？いつそういう指示があったのか、じゃあ。え、だから、3月29日にうちら会ってるよね。会ったね。会ったよね。その時点で私が離婚してることは知ってたよね。離婚してるなんて言ってないけど。言ってたよ、私。一番初めは結婚したことない。旦那さんが、結婚し、旦那さんがもともといて、離婚してるってこと。いや、一番初め、その上で結婚も、すごい喋る。あ、私に、俺一番初めは、私の顔が、すごい、顔出ししたら閲覧が取れるからって言って、私に台本を提案してきたよね。じゃあまず、一番初め、私の顔を見て。いい？一番初めから、うん、まあ、俺はそんなこと聞いてなくて、結婚したことがないって言われて、ドン・キホーテで待ち合わせしたよね。ドン・キホーテで待ち合わせしたけど、じゃあ次どこ行った？初めて会った時に全部言ったよね。だから旦那さんと離婚したことも、ね、それ聞いてないんだけど。離婚したことも言って、その上で台本を提案してきたよね。聞いてないんだけど。顔出ししたら閲覧取れるからって言われて、で顔出しでやろうって言われたけど、私はちょっと顔出しはって断って、俺が言ったのは、うん、まあまあ、それだったらこういう台本で、まあ、先喋ってかぶっちゃうからね。それだったらこういう台本でっていうふうに提案してきたよね。台本でやろうって。具体的に言ってみて。じゃん、だから今までやってきたこと全部だよ。今までやってきたこと、私がちょっとアドリブしたところもあったけど、うん、うちらってさ、毎日最近電話してたよね。その内容を言って。毎日電話してたよね。何毎日、ね、何毎日電話してたよね。ほぼ毎日電話してましたよね。今日は昨日した？したよ。昨日配信外でした？昨日してるじゃん。してるよ。配信外で？してるじゃん。はい、これ嘘ね。昨日配信外で電話してません。俺がかけたのは配信中です。昨日してるじゃん。配信中です。履歴消したでしょ、履歴。消すわけないじゃん。さっきみんなさ、履歴消せるよ。みんなさっきさ、すぐ開いたよな。最後に電話したのは竹地が聞いてる時にしたよね。それ以外にもしてるよ、うちらは毎日。してないけど。なんでそうやってさ、台本私がさ、降りるって言ったらそうやって嘘つく。いや、降りるじゃなくて、じゃあまあいいよ、話戻すけど、ね、台本ってどういう、どうして手のひら返して嘘つくの？お前だろ。お前マジ許さないからね、初めに言っとくけど。なんで？いや、本当に許さないからね、それ言っとくけど。なんで許さないの？いや、許さないよ。嘘つきだから。だから、じゃあ一番初めに会って台本ってどんな台本だった？答えてみな。だから今までやったことすべてでしょ？自分の口から答えてみな。だから自分の口から今までやったことすべてってこと。みんなさん、今までやったことを一回会った時に全部俺が指示をして、それを実践したんだって、この人は。すごいね。天才だね。会ってよね。うちら会ってるよね、何回か。はい？電話もしてるよね。じゃあ、いつ会った？じゃあ、会った回数調べようか。4回ぐらい会ってるよね。3回か4回ぐらい。で、ラジオ配信にしたりとかもしてるよね。してて？うん。で、いくらでもさ、うちらが話せる機会ってあったじゃん。電話だってさ、配信つけてない時間だってたくさんあるよね。はい、嘘をつ。まず、会ってる時に台本の打ち合わせしたの？答えるけど。会ってる時に台本の打ち合わせすることだって可能だよね。まずみんなさ、2回会ったじゃん。でホテル泊まって付き合ってやるんだけど、それ以降は俺配信ずっとつけっぱなしだからね。配信外に喋ることっていうのは不可能だと思うよ。不可能じゃないよ、可能だよ。どう可能なの？可能でしょ、普通に。どう可能なの？いくらだってできるでしょ。どうやって？じゃあお互い配信つけてるのに、お互いだからさ、お互いに配信つけてない時間に会ったりとかだっていくらだってできるじゃん。いつ会ったの？じゃあ何が？4回っていうのは配信つけて会った回数だけど、それ以外に会ったの？俺たちって会ってるよね。いつ会ったの？じゃあ会ってるじゃん。いつ？今言って。自分が分かってるよね。すぐ言って。何日の何時ぐらいですぐ言って。自分が分かってる。
早くして、それマサヤの時と一緒。今言え早く。自分が一番分かってる。合ってるって言うんだったらそこを押さないと。ね、自分が一番答えろ早く。いつ、ね？なんでさ台本ってさ、私がさ発表したと同時にさそうやって私のことを。お前が嘘ばっかついてる。いつ会った？答えて、そしたら全て分かるから。俺も配信してる時間と重なったりして分かるから。答えてくれる？今日だってずっと配信してない時間だってあったし、昨日だってあったよね。うん、だからいつあったのって言いなよ。いっぱいあったでしょ、うん、その中のどれかだけど。どれかって言えばいいじゃん。それがお前の武器になるんでしょ。うん、合ってることを証明したら、それは俺が嘘ついてるってことになるから、お前は言えばいいんだよ。何日に会った？何時ぐらい？答えろよ、早く。自分が一番わかるでしょ？逃げるでしょ。逃げてないよ。逃げてるじゃん。だから台本っていうのであれば、だからこれも台本だよね。これも台本。これも台本なの？これ閲覧を上げるための台本。じゃあいつ打ち合わせしたの？いつ打ち合わせした？じゃあ閲覧がすごいよ。いつ打ち合わせした？いつ打ち合わせした？答えろカス。これも台本だよ。気色悪い。いつ打ち合わせした？これも台本なの。答えろ早く。いつ打ち合わせしたかじゃあ。ほらそうやって怒ってさ閲覧を上げようとしてるじゃん。マジやばいねこいつ。いつ打ち合わせしたの？これ台本なら。ゼロワン劇場まだまだ続くからね。答えなよ。うん。全部台本だから。いつ会ってたの？こうやって言い合って、うちらが言い合ってるのも全部台本。気持ち悪い、ほんと。マジ気持ち悪い、お前。いつ打ち合わせしたのか答えてね。いつ会ったのか答えてね。嘘つきさん。全部台本だからね、みんな。台本だからね、じゃねえんだよ、カス。ゼロワン劇場だから。マジやばいな、こいつ。なんで答えれないの？あ、逃げたよ。なんで答えれないと思う？いつ電話したの俺が。今日電話もしてないよ。俺今切ってないよね。今日は今の電話だけだよ。これ今日って書いてあるでしょ。これが台本だったらいつ連絡してるの？俺が配信する前に通話履歴があるならまだしも。マジやばいな、ほんと。ほんとみんなね、戦うから許さないで。いろんなやつが便乗してくるからさ。養分しかり。ほんと信用できないな、どいつもこいつも。電話出ないですよ。みんな電話出ない時ってどういう時？都合が悪い時なんだよ。養分と一緒。あのさ、竹千代を起こせれない時ってどういう時？都合が悪い時なんだよ。俺って逃げてないからね。なんで電話出ないの？だってもうこれが答えじゃない。こいつは配信外で会ってるって言ったじゃん。で、その日時を言えばさ、そこが本当に空白だったら会ってることを証明できるわけじゃん。それってこいつの立場からしたらそれ武器になるわけよ。でも俺は会ってないから、むしろ結構ずっと配信してるから俺も証明できるんだよ。あのこいつがいつ何日に会ったとか言えば、何時ぐらいに会ったっていう具体的なことを言えば、俺が配信してなかったらまあ可能性が増すわけじゃん。でもこいつはそれが怖いから答えれないんだよ。うん、何もかも台本って言えばいいとか言ってんのこいつ。マジで許せない。いや、俺も悪かった、本当に。もうこうなる前にもう切らなきゃいけなかったわ。いや、ここまで、やばいと思わなかった。まあ、言って、みんなが言ってたけど。でもさ、俺のアンチとかが擁護してるじゃん。バクソリスナーとかがさ。いや、最近そう、敵も増えてきてるじゃん。いや、めんどくさいんだよ。今、爆走。いや、わかんない。爆走の入れ知恵とかもあるかもしれないし、こいつの独断かもしれないし。俺の予想はね、あれだと思うよ。だから離婚する気がなくて、離婚した体にしたいんじゃない？
マルコが入れ知恵してるの。いや、めくれちゃったねって逆にめくり返してない？みんなさ、冷静に考えてよ。俺の電話聞いてたらわからない？みんなそんな俺信用できない？普通わかるでしょ。いや、みさみさちゃん応援してる、養分応援してるとかっていう人はね、俺が台本とかって言うんだろうけど、今の電話のやり取りで全てわかるじゃん。まず俺がさ、嘘ついてたらこんなペラペラ喋れんよ。俺って結構ムカついたり本気になるときって早口になるじゃん。でもそんだけ頭回らなくない？嘘ついてたら。こんだけ早口になって喋れるっていうのは何も嘘ついてないからだよ。こいつの態度見てたらわかるじゃん。ほんとムカつく。なんでミサミサ配信落としたの？だって竹地だってそうでしょ。竹地だってそんなこと言ってないよって言ったじゃん。ほんとムカつくな。あのさ、昨日からさ、大阪のメンバーもさ、やることないんだよ。で、今日もやることないか知らないけど、リオ分が沸かせようと思って俺にヘイト向けてきてるとしか思えないね。何、金梅さんもヘイト向けてるの？一緒になって何、俺に泣かされたの？俺さ、金梅さんとさ一緒にコラボしてさ、ねえ、カレンとやってるんだよ俺。バエさんに言われて01業してるの？俺もう金梅さんとも俺何半目になるの？養分と一緒にいるからでそっちに負担加担してるの？孤独だよ、味方がいないよ。金梅さん何も言ってない？もうパルパルとも一回喧嘩してるしさ、もうでもパルはまだいいんだよ。パルは俺ね、あの仕方ないと思ってて、あの事実をもとにさ、例えば俺去年復縁したらまた復縁したよとかっていう事実をもとにさ、あの配信してるじゃん。それだったらまだいいんだけど、あの養分っていうのは事実じゃないからさ。で、これまたパルとも不仲にさせようとしてるんだろう。マジで気持ち悪いよ、本当に。どう思う？で、インカジとかさ、それ友達だったらそんな言わんでよくない？わざわざさ、放送で。いや、養分やばいって。なんでそんなこと？だから養分はなんか人気出たやつを落とし入れるんだよ。それってもう昔から知ってる人は、マサヤンもそうだし、あの覚醒お稲荷も急に叩かれたりとかそういうことするんだよ。あのなんていうのかな、その事実に基づいてじゃなくて、そのなんかアイテム飛んだとかイベント1位とかになったら、あの突き落とすようなことするんだって。まあ篠田さんの時もそうだったじゃん。で、篠田さんどうなったの？篠田さんナイスもらえなくなってとか、そんなことばっかりじゃん。あのね、パルと養分の違いは、パルパルは事実に基づいてニュースしてるから、まあ俺も言われる分に仕方ないと思ってるんだけど、養分っていうのは悪意がある。これはね、養分に関わったやつならわかると思う。仲良くしてても急にやるんだよ、悪意を持って。
で俺はね昔にインカジ行ったっていうのは俺配信で言ってなかったっけ、なんかもうそうやって嘘ついちゃダメだなと思うから、じゃあ認めるよ。